マック堺のサブチャンネル動画をご覧いただきましてありがとうございます。マック堺 .com の掲示板にいただいた質問にお答えします。こんにちは。いつも動画を拝見させております。あ、打ち間違いですよね。拝見させておりますじゃない。拝見しておりますって、させていただいておりますとか多分書こうとしたんですよね。はい。エアリボルバーは丸井さんの方かクラムさんの方かどちらを買ったらいいか教えてください。どうなんですかね。まあ、クラムさんはね、結構レビューしてますよね。丸井さんのものは、まあ、現物触ったことないんですよね。まあ、見たことはあるんですけど、まあ、試作品。まあ、打たないとわからないですよね。僕はまあ、自社がなんだかんだメインなので、見た目はね、まあまあというか、まあ、ほぼ丸井の M19 ぐらいな見た目だなとは思うんですけど、どっち買ったらいいんでしょうね。まだ余暇、値段的なものは確か発表になったんでしたっけ。なのでね、まあ、発売されてないもの、しかもまあ私自身が持ってないので、どっちを買ったらいいかっていうのはわからないですね。もちろんすぐにレビューできるかな。まあ遅かれ早かれね、丸さんからエアリボルバーが出ればレビューすると思うので、それを見てね、判断いただければと思います。まあ多分私のレビューのことなんでね、まあ両方多分褒める、まあ両方ね、まあどこがダメっていうことで、どっちを買えっていうようなレビューにはしないと思うんですけどね。なので、できればね、例の比較レビュー、クラムさんと丸井さんのリボルバーですみたいなやつをやりたいなと思うので、それを見てね、ご判断いただくのがいいかなと思いますね。やっぱり人によって違うじゃないですか。まあ僕は実写メインでなんかよく当たるのがいいなっていうのが多いんですけど、やっぱりね、外観的にいいなっていうのとか、やっぱり作動とか中のメカニズムがいいから買うっていう方もいらっしゃるので、まあその辺は個人のね、いいなと思う方を買うのが一番幸せかなと思います。というわけで、何でしたっけ、エアリボルバーどっちを買ったらいいですかっていうのは、本当どっち買ったらいいんでしょうねっていう感じです。というわけで、マック堺のサブチャンネル動画、最後までご視聴いただいてありがとうございました。